ジョーサンプルは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のジャズ、フュージョン界で活躍したピアニスト。リリカルで透明感のあるピアノで、時折ファンキーな音色を見せるのが特徴である。息子のニクラスサンプルもジャズミュージシャンで、ベーシスト。ジョーサンプルは5歳よりピアノを始めた。1952年、高校仲間のウィルトン・フェルナー、ウェイン・ヘンダーソン、スティックス・フーパーとバンドを、 結成、1960年にジャズ・クルセイダーズの名でデビューした。1972年、クルセイダーズと改名、よりポップな路線でアプローチしたアルバムストリート・ライフが大ヒットする。タイトル曲ではランディ・クロフォードがフィーチャーされている。このアルバムが元でレーベル側と意見が分かれ、1988年に解散。ソロ活動としては、 クルセーダーズ時代に発表したアルバム、虹の楽園、渚にて、などがある。1988年以降は、ワーナーブラザースレコードと契約している。初来日公演は1966年、パーシーフェイスのオーケストラのピアニストとしてである。1980年代初頭の来日公演では、前座でドラマーを務めた、ビジーホーのウガンダトラに、お前のビートは良いと声をかけ、 スカウトしたこともある。2014年9月13日に公式フェイスブック上で前日の12日に死去したことを家族によって公表された。不法、ジョーサンプルさん75歳死去イコールクルセイダーズ。毎日新聞、h t t p 毎日 j p セレクト、ニュース、2014万 914k000 メートル040063000。 CHTML2014 年9月13日、閲覧。上サンプル公式 Facebook ページ。ありがとうございます。